の結果によっては明け渡すことになるかもしれません。吉井、松田、ゼルビア、デューク行きます。繋がった、藤本へ、角度がない、折り返し、エリキ押し込んで同点。サッカーは分からないですね。粘ります、ゼルビア。デューク、藤本、そして最後エリキ。今点取って喜んでたら勝ちに行かなきゃいけないんで早く戻れって言ってましたけどね。引き分けだけでは満足できないホームゲーム。いやーすごいですねこれ。途中から入った3人ですけども ねこのデュークの強さと藤本が再三ね裏を狙い続けてましたから、あそこに入られたらやっぱりディフェンダー追いぶらってもう突ききれないですよ ね、 そうですね、はい、試合終了。ワンプレーで同点ですか。